ゲームパッドを購入しました。こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はテレコの USB ゲームパッドを買ってきました。ゲーム実況をねしてほしいという声もございますので、今回はゲーム実況で使うために買ってきました。なのでね、今日は今から開封をしていきたいと思います。はい、開けましたらマニュアル書とこちらの CD ロムとゲームパッド本体が入っておりました。この特徴、まず1はプレイステーション3にも対応しております。特徴その2はのゲームパッドのこのコントローラー部分の耐久性が非常に高いということです。なんかテストによると200万回以上は押せれるそうです。この部分、穴が開いている部分はドライクリップで非常に持ちやすくて、長時間持っても非常に蒸れにくいと思います。こちらのね製品、エレコムのゲームアシストにも対応をしております。 Windows のゲームでもゲームアシストというのをダウンロードすることによって、マウスやキーボードを使ってゲームを行うのをこちらのゲームパッドで操作可能になるということらしいです。各ボタンにね連射機能がついているのもまた嬉しいところです。あとこのね USB ケーブル3メートルあるっていうのもまたいいところです。やっぱね1メートルだとねちょっと距離が離れたテレビとかでやるとき非常に距離が足りないんですよ。実は 2,3 メートル欲しいところが理想なんですよ。ここにちゃんと PS ボタンもねついているところもまた特徴なところでございます。また近いうちにゲーム実況の動画を1本ぐらいアップしてみたいかななんて思ってはおりますので、また近いうちにやっていきますので、またよろしくお願いしますという動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録お願いします。